私これは大丈夫画面の形がくしゃみなんか、フレーム派手なんか派手なんかこれ全員共通派手かも。リンゴ飴食べてきたよ。つるまだまだ食べてないのに。じゃあ一緒に食べに行こう。まなちゃんごめんなさい。こんにちは。なら自分で作ります。ほんまに全然綺麗違うわ。ごめん、ありがとう。こんにちは。面白いものを見つけてくるね。かわいいやろ。退勤速にまなさん、山田が早帰りたいっていうのバレてる系？すご。早帰りたいっていつもさ、あのレッスンとか終わったらさ、すぐ帰る系の。帰る帰る。マジで。なんか喋ろうと思ったら、あ、おらんってなる。はい。やっぱり。こんま、お家が好きなので。こんにちは。あ、やばいやばい。あ、やばいやばい。もう見てないふりしてる。こういう。大前提問題はない。これをこの前駅のちゃんに言われた。歌詞です。こんにちは。久しぶりの世代行。前夜公演楽しみすぎる。それな、なんかさ10日ぶりどうしよう。でなんかさいつも10日ぶりとか言うけどさ、割となんか今日めっちゃ久しぶりな感じする。それなその決め顔よそれな。こんにちは。お礼のヘイヘイ、誰のものでしょうね。新しいです。無音でお邪魔します。こんにちは。にへまな誰のもん10年けど俺のもいやいや、そういうこともあります。なんやね、この世はそういうこともあります。無意識で。いちご飴好き。いちご飴めっちゃ好きなんです。あのいちご飴前な天奈と食べてその写真もバミに送ったはず。でもさいちご飴ってさ二口で食べるわけにはいかへんやんか。だからさ一口でガッていったらさ口の中に飴めっちゃ刺さって痛いっていうのがあるあるですよね。これ秘密です。仕事中こっそり見てます。マジ？仕事中久しぶりに。いや、やっぱ仕事の休憩としてね。あ、エボモの炭酸めっちゃ開けっぱで置いてる。はい、待っててください。気が抜けたら泣いてるかもしれない。早すぎる。天の誕生日みたいな。天の誕生日みたいな。嬉しい、ありがとう。こんにちは。今日までハリス。嬉しい。あ、やばいやばい。敬礼バージョンのまなみちゃん可愛かった。それな、それなんて言っちゃった。可愛かったね。うん、そういう子だったね。よくわかったよ。敬礼バージョンあげたんですか。可愛かったですか。よっちゃん、ありがとう。ありがとう。じゃあ、チュのギフトなの。違うよ。頑張って、ありがとうございます。頑張ります。やばいやばいやばい。ありがとう。ありがとう。リンゴめっちゃ京都のやつ。ありがとう。ね、なんか、あの、どこでもいいんです。私はリンゴ飴食べれたら。なんかさ、アリアン、まぶしじゃって、あの、切れてあるよ。あれ、マジで食べたいの。元気ですから。さゆさゆ、ウェイウェイ。27日の公演行けたらいいな。来てください。久々な気してた。だってさ、ありがとう。私、出させていただきますので。え、出てるよな。出てるか。ミヒマナって公式ニックネームですか？違います。もちろん。マナミンです。公式ニックネームは。マナモです。でもなんかニヘマナとかめっちゃ言われるんです。パパリマンさん、ハートありがとうございます。ありがとう。それな。やばいやばい。ちょっとそれは違います。100個もありがとう。私の大好物ついてる。クリーミー。どんなんだよ。できなくなった私の分まで盛り上げました。もちろん任せてください。最近めっちゃ食べる。ニヘ誰のもん。さゆけのもん。ありがとうございます。もうそういう日もあります。なんやねこのまとめ方。じかじさんのまなみかわいい。それなとか言っちゃったもん。もうやめて。もうやっぱめっちゃ腕痛い。なんか名前前後した。まなみちゃん今向かってるよ。マジ待ってます。来てください。早く会いましょう。解明したんかな。みんな唐揚げ込んで認知しすぎて。心斎橋にあるやん、りんご飴。なんかさ、リンゴ飴行こう。じゃあ、あれで行こう。あれ行こう。あそこの後。あ、ダメだ。なんもないです。でもさ、天奈ともさ、行こうって言ってるからね。何を？行こう行こう詐欺してるわ、ニヘマナって。いろんな人と約束して。でもマジ、最初の約束はリンゴじゃなくて天奈。間違えた。喋りすぎて。最初の約束はリンゴって言ったの。リンゴ星人です。花番リンゴ星人です。よろしくお願いします。あれめっちゃ好き。最近ヘイヘイ気になってる。やば。はい、推しにしてください。かしこさんって噂のヘイヘイ。そうです。なんかめっちゃ言われた。みんなにさ、そんなにみんなかしこって言ってくれてるわけ。そんなことないの。めちゃくちゃ綺麗。このコメント自分で読むっていうね。若姉と並んでるのですけど、見せます。嬉しい、ありがとうございます。見つけます。姉さん、頑張ります。今日は初日メンバー揃って楽しみ。
初日メンバーそう久々じゃない、うん、あそうなの今日も入ります。博多にバラうちはよろしく、もちろんよろしくお願いします。エビ料理何が好き、エビ料理は私も、エビ料理ラブレターなんかあるかな、あ、まあ、エビフライ、エビフライじゃないわ、エビの天ぷらが好きです。ありがとう。あのうどんとかに絶対ね乗っけちゃいます。ヨちゃん中のギフトありがとう。隣のまなみちゃんあるんやって、見て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 、マナ左右です、ヤッホー、これは限界 JK です。テナとのプリクラ、わお、後で会えるの楽しみにしてるね、私も楽しみにしてます。京子びっくりし、ありがとう、非常子です、見て見て見て、うん、私の腕に非常子にしてきた、こんにちは、とりあえず3、4、5番さんは2番さんへの、さゆきちゃんよりは賢いリンゴ星人やめろ、みんなマジで知ってる人いた、見て見て見て、か最初かからあげくんそれはもう言わないで、こいりんせいさん楽しみだね、それな、こいりちゃんを皆さんでお祝いしましょう。そこより生誕やな、仕事終わったから配信で応援するわ、マジイエーイ、応援してください。やばい、テンションどうしたって言われてる、なんかめっちゃ今日テンション高いかも。どうですか、佐伯が横にいるからかな、絶対私のこと好き、わなちゃんわなちゃんなんか嫌やし、なんかわなちゃん、俺は前日が好き、めっちゃ手首痛い、まあいいよね、手首痛い、そう、手首痛い、左右です、こう手をいっぱいあるように見せる、しかもめっちゃ追い風くるからめっちゃ怖ないこれ、怖い、てかさ人間ってさめっちゃ不思議じゃない、一応みんなみんなちょっと一回話し合っていいですか、一回一回話し合おう、ちょっと待って、一旦スマホ見ていいですか、一回みんなで、一旦みんなごめんなさい、みんなで、あ、やばいやばいやばい、あ、まあいいや、こんな感じで話しますけど、これで一回話しますけど、そういえばすごいの本当にやった、一旦話しますけど、一旦話していいですか、はい、どうぞ、人間ってすごない、それは最近まだも思ってる、なんか、うん、なんでこんな成長できるんだろう、お疲れ様ですこうなんかお腹の中で育つじゃない、うん、でこうめっちゃちっちゃく出てきたのに、うん、なんで今こんなでかく育ってるんだろうっていう、ふっかてかさ、やばない、なんか生物とかでさ、なんか人間の構造とかについて学ぶやん、うん、なんかマナたちがさ覚えれる量のものじゃないことをよくやってるなって思います。確かに傷はなんか結晶版画とか言うやん、確かにやばないね、やばないもうマジで、うん、やばない普通に深、だって血液なんてさ赤血球と白血球とヘモグロビンと組織液があるわけですよ、佐伯、うん、そんなん知ってんの、うん、やばい、泣きそう、知ってるから頑張ってるね、どうしよう本当に、てかまず、うん、なんで動けてんの、だからな、脳がどうやって、あのな、自分のことを自分が一番好きでいないといけない理由はそれなんだよ、ハッシュタグつけてツイートしてくださいどうやってんねんでもすごいよな、だってさこうやって手さブラブラなるなんておかしくない、えてかまだ思うのは、うん、お医者さんすごくねって、確かにさ、神経とかさあるやん、うん、見えへんやん、どう頑張ってもどうやって治療してんのって、うん、って思ったので私は医者を目指します、嘘つけやめんの合体ですか、兼兼兼業兼任、兼任共にね、に医者と兼任します、やばい、ね、どんなコメントが流れる、なんやこのミニコントだってコントやと、コントじゃない、コントや、話し合いです、討論やな、討論会ね、じゃあこれ定期的にやっていく必要があると思うんだけど、今だけど1個ガチで思うよ、ほら最近の意見に、えてか地球できたのすごくね、えなんで、違う違う聞いて、なんで地球は丸いんやろっていう、それは思うわ、 だよね、えでマナは前、うん、習って、うん、なんか地学で学んだのは、うんうん、地球ってなんか若干なんか楕円なんだよみたいな、え私は完璧な丸じゃないってな、まず中学生からの疑問なんやけど、うんうん、私クラスの子たち聞いてたんよ、うん、めっちゃすごいぐらい何回も聞く、うん、なんで地球って丸いに、うん、海とかの水は落ちてかないんだろうって、普通だったらなるやんそれななるやんって、だから私えって思って、なんでそうなんのって思ってたら、なんか重力があるおかげでって言われたんやけど、うん、重力のって何、そうまず重力があってもなんで落ちないんですかって話じゃないですか、重力という存在よな、うん、あとテナは、うん、あの一番思うのは、うん、あの恐竜とか、うん、どっから出てきたのあんな化け物どっから出てきたんですかっていう話
あんな分かる海におるさ、うん、あのジュラシックパークとかさ、うん、あの出てくるやん海、うん、そでっかいもう魚みたいな、うん、恐竜、うん、あんなんどこに来るん、どっから出てくるの、それをさ、てかさ、なんでさ今の人間がさ、うん、理解できてんのって思わへん、 それ何億年前のことなんでわかんのって思わへん、考えたら止まらんくない、だってまず地球にどの生物がポンって生まれた、うん、何があって生まれたんか分からんし、うん、人間もどうやってこんな生物が生まれてきたの、いやそれな、あの子犬とかさ、あんなキャワな動物がさ、うん、生まれたのもはにゃって感じやしさあんなもうめっちゃ怖い恐竜とかがおったのにもかかわらず、うん、今あんなキャワな動物がおるわけやん、でなんで恐竜は今現れないのかっていうのも不思議じゃない、それな、うん、それな、よかったよかった、よかった、ティラノサウルスはあんな足でっかいのに、うん、なんで足遅いんちゅう話してるの普通に、もう待ってめっちゃおもろいね、私こういう話めっちゃ好きなんよね、わかるよ、普通に、じゃあ待って私が日本史とかめっちゃ好きやねん、あだけどでもどうやってその頃のこと分かったんって、はいはいはい、最近のじゃあめっちゃ最近の疑問言っていい、うん、どうぞ、もう何もでもいい、ここよ、なんで寝てる間に意識はないんだろうっていう、え分かる、それな、寝てる間にもうこう寝るやん、どうなってんのって分かる、そう、えてんな、それ寝てる時の疑問やったらあんねんけど、うんうん、金縛りってなんで合うの、まだ最近よくなんねん、てんな、なったことないねん、金縛りでな、めっちゃ耳鳴りやねん、でな、まだの場合は、うんうん、耳鳴りが悲鳴やねん、なんかキャーっていうのが耳元でめっちゃ怒って、うん、金縛りに合うねん、うん、こうめっちゃ怖いねんえどうしようどうしよう、考えたら止まらんて、金縛りな、なったことないんやけど、すごくない、あと死んだらどうなんの、え、それは思う、だから天国と地獄は本当にある、ある、え、でもじゃあ天国で、うん、あの死んだらどうなんの、天国で死んだら、そう、嬉しい気持ち、ハッピーで過ごせるんじゃない、え、ちゃうやろ、まだ戻ってくるんじゃない、天国で死んでも、こっちの世界に、お疲れ様です、お疲れ様です、何かで、例えばなんか生まれ変わるとか、え、多分寝て、あの何、死ん、あのお亡くなりになったら、うん、多分寝とる間と同じ気持ちになるんだと思う、ただ寝とるだけでもう次はない、次の朝は来ないってことだと思うんだよね、でもまだがそれそうそうやねんけど、最近それで興味を持ったドラマは何だっけ、あのブラッシュアップみたいな、何それ、え、知りません、なんかさ、あの人生私は2週目みたいなやつ、すぎるわ、うん、なんか本当に、じゃあ会議、本当にさ、本当にごめんなさい、あの全然コメント読まずに何の話してんねんって思いますよね、そうそうそう、だってさ、みんなさ若い子がする会話ちゃうとかいろいろ来てるから一回ガチ会議なんだけれど、 YNN で生配信してもらおう、え、てかさ普通にさ、うちらこんな話ならさ悟り開いたって言われる多分何歩でもできるんですよ、この話に関しては、止まらないんですよ、もう公演とかも公演の MC 全部これなる、これでさ今思ってんけどさ、うん、こうやってやったらさ手痛いやん、うん、けどこれはなんで痛くないやろ、うん、確かに、確かに、わかる、じゃない、うん、そうやな、だってさ力加減にしてもなんで痛くないやろっていう、だってさ小指だけぶつけたら痛いけどさ、うん、グーやったらそこまでやん、確かに、それも謎やろ、どうしよう、不思議な話じゃない、不思議な話よ、だってスマホって何でできたんっていう話です、はい、え、てか一個マナは、うん、あの言語ってどうやってできたんって思って、うんうん、だってじゃあ外国の言葉と日本の言葉とかあるやん、でもどうやって最初に通訳した人はどうやって伝えたんって思うね、だってさどっちも言葉分からへんわけやん、でこの言葉はこの言葉に対応してますって、まだ口しか言ってんことじゃない ASMR 信者やんってやんか、めっちゃ嫌、どうやってたんって、あ、ブラッシュアップライフ、そう、それそれ、待って何、今日の公演が人生最後の公演だ終わった、死ぬんかやばい、何が収まって JK なのって来たのJK よ、え、思わねん、だってすごくない、うん、だってってかさ頭いい人とかよかった、いっぱいいて、うん、だってマナやったらこんな大きな建物作れへんもん、うん、一人で、確かに、てかさ重力とか見つけられへん、気にならん、だってさこう建物の中ってどうなってんのよ、こう壁の中とか、うん、何になってんので、いつか潰れへんのこれ、地震とかでね、まだレッスン場が心配やで、うん、みんなドスドスするやん、うん、いつか床いつか床つけなきゃでさ、エレベーターな、一番心配なの、うん、大人数乗った時なんで落ちへんの、え、それな、てかさエレベーターってなんであんな便利なん、マジか
あのエスカレーターあるんやったら階段いらんと思わへん。え、思う思う。全部エレベーターでいいのに、うん、なぜか階段を使わせるっていう理由は何やと思う。そうやねんな。ね、待って、やばい、で中二病って。やばい、やばい、いっぱいなんよな。そうだって世の中さ、うん、不思議なんよな。疑問であふれかってます。話が深すぎて眠くなってきたって。ほら、やばいって。不思議やな。待って、これいつかさ、マジさ、MC でやりたくない？うん、え、でも、もう終わらへん。え、終わらん。終わってくださいって。意味わからんところで、はい、ということでに入るから。そういうことでにならん。だってさ、え、マナは、やから、もし、重力の謎はまだ解明されてない。マジ？待って。え、なんかさ、飛行機の飛ぶなんかみたいな言わへん？飛びか、なんで飛んでるか知りませんみたいな。そう、嘘なん？え、あとマナは、もう思うのが、自分が死ぬ前に全部この世の謎を解明してほしい。解明してください。分かる。頭いい人。え、分かる。なんか疑問が、なんか不安とか疑問があるまま死にたくないの。うん、どう、マナーは。あとあれ、流れ星って行き先どうなんの？どこ行くの、あれ？隕石やったら落ちてくるやん。お、流れ星は落ちるけど消えるやん。待って、星ってなんなんやろ？それな。え、なんか普通に電気ちゃうやん。そう、電気みたいやん。え、あと、じゃあもうその天体系やったら宇宙ってどこまであんの？それな、宇宙の先行ったらどうなんの？てか待って、宇宙人って本当にいるのか見てますか？いやいや、見てたりしますか？一視聴者。ほら、どうしよう、物理の勉強頑張ったら分かるんちゃうとか。流れ星は燃えてなくなるやって。え、すごっ。え、温度が高いってこと？やばい、15分経ってるよって。えぐ、わお。どうしたらいいですか？喋るほどイメージダウンって言われてる。なんで？なんでですか？なんでですか？楽しいじゃん。私たちはいっぱい疑問があるんです。ボスベイビー。でもさ、何事にも興味を示すっていいことだと思うんですよ、私。だって、え、宇宙人はいるよ。宇宙人、やばいやばい、宇宙人いる。宇宙人の数はいると思うんだよ、天野も。だって日本、ここにマナたちがいるってことは宇宙人もいるでしょ。だって恐竜がおったんやで、うん、空おるわ。え、今何分？41分。え、待って、バイバイ。ちょっと男女を読みます。ごめんなさい、本当に本当にごめんなさい。深掘りしすぎやで。え、じゃあ行きます。13位、カズヒロさん、ありがとうございます。カズヒロさん、ありがとうございます。12位、マーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。11位、ユキヒラさん、ありがとうございます。え、なんかめっちゃさ、新しい人がいっぱいいるかも。ありがとうございます。10位、グルさん、ありがとうございます。ありがとうございます。9位、ひなたぼっこさん、ありがとうございます。ありがとうございます。8位、いつきさん、ありがとうございます。ありがとうございます。7位、たっちゅんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。6位、あきちゃさん、ありがとうございます。ありがとうございます。5位、ななみさん、ありがとうございます。ありがとうございます。4位、しろちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。3位、かきあげさん、ありがとうございます。ありがとうございます。2位、みーくん、ありがとうございます。ありがとうございます。1位、きゅうちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてですね、今日のコメントで1回も触れていないっていう、何回も来てたんですけどエビに触れてなかったんですけど、こうゆきのちゃんと話しててしれっとエビつけてて、なんて言われるかっていうのをこっそりやってました。はい、ゆきのんからもらいました。じゃーん。はい、それでは皆さん、たくさん疑問がありますが、今日の世代交代前夜公演で、もやもやした気持ちを吹き飛ばしましょう。バイバーイ。バイバーイ。あ、やばいやばいやばい。あ、どうやって切る？あ、バイバーイ。